おはようございます。お寺の朝から始まる安養な生活、あなたのウェルビーイングが整うテンプルモーニングラジオ、週替わりでお迎えする素敵なトークゲスト、今週は和泉市石尾山弘法寺副住職渡辺弘範さんです。トークの後は全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。このラジオはノートマガジン松本昇恵の北条庵よりお送りします。おはようございます。おはようございます。はい、今週は石尾さん弘法寺副住職渡辺弘範さんにお話を伺ってまいりましたが、まあ、早いもので今日がちょっと最終日ということで、はい、ありがとうございます。はい、やっぱ最終日、密教のね、密教っていうぐらいなんで、その秘密のことをちょっと教えてほしいですね。一番苦手な、一番苦手なところ。うん、いや、ぜひ秘密を明らかにしてほしいんですけど。いや、ここは喋れないんですと。いや、そこはもうちょっといや、ここでは言えないんですみたいな秘密があるっていうことなんですか？ね、でもなんかまあ、そういう面もありますよね。まあね、とはいえでも今時ね、経典研究とかも、そっちはアカデミックの方、アカデミックの方で、いや、ここ秘密だからとか、やってられないから、どんどん外に出ていくし、ね、因の結び方とかもね、因の結び方は YouTube には出てないのか。まあでも、まあそこは感情を受けて、授かるんでしょうけど、なんか、でもそこをなんとかちょっとだけ教えてくださいって言ったら。まあでもなんか、そうですね、金剛っていう、金剛会とかって言います、はい、金剛っていう発想って結構密教の独特なんじゃなかろうかなと。なんかその密教ってこうたくさんの菩薩が出てくるんですけども、はい、仏様ですね、うん、仏様が出てくるんですけど、こうちょっと言い方悪いんですけど、あ、何でも金剛をつけたら菩薩になるんかみたいなところが、愛欲であったりとか、うん、執着であったりとかも、もう金剛をがついている菩薩になっちゃうわけですね。愛欲？はい、そうですね。アイコン号とかっていう。アイコン号、うん。はい。そうですね。だからもう、仏教という世界観の中では、いや、それは、私たちは滅するべきものだろうっていうようなところも、うん、いや、それも菩薩なんですよっていう。金剛自体の意味っていうと、金剛は、不衛なるもの、まあ、壊れないものというような。ああ、まあ確かに硬そうなイメージがね。そうですね、五感からしますけど、壊れないもの、壊れないもの、不衛なるものの象徴で、まあ、そうですね、インドで、武器として使われていたもの。ああ、はい、なんですけども、それがまさにその、悟った心が壊れないという象徴として使われると、うん、こう瞑想によってですね、うん、はい、うん、じゃあ それに、例えば愛に、愛欲の愛に金剛をつけると、はい、それはどう解釈するんですか？あ、愛もまた菩薩なりみたいなところで、うん、うん、なんかもう一見マイナスに思っているものも、まあ、それが活力に、うん、まあ、ちょっとこう平たく言えば活力になったりとか、うんうん、それでまあ人を救うこともできたりとか、うん、うん、なるほど。そっか、それをなくしていこうということでもないっていうことですね。そうそうそうなんです、そうなんです、そうなんです、うん、確かにそれはちょっと
救いかもしれないですね。いや、まあ、僕もそのお坊さん業というのか、まあ、いろんなとこで喋ったりして、はい、ちょうど、もう今週もお掃除、掃除から始まる、まあ、仏教の話みたいなのを、はい、まあ、あれは、40代、50代の女性をターゲットにした、ま、なんか、まあ、マガジンがあって、まあ、そこの企画でやったんですけどね。はい。で、まあ、お話、ちょっとその、オンラインのね、あれで、ブレイクアウトセッションとかで、ちょっとこう個別に喋ったりするような時間もあって、聞いてたら、本当はこういうふうにしたいと、まあ、早起きもして、はい、掃除もきちっとして、まあ、掃除以外の家事もいろいろしつつ、仕事もしてるから仕事にも行き、子育ても、まあ、あるんで、まあ、お弁当もしっかり作って、とか、はい、まあ、その方は、シングル、まあ、旦那さん亡くされてっていうので、はい、方だったんですけど、でも、そうやりたいんだけれども、本当忙しすぎてそうはできなくて、自分を責めてしまうんですっていう人が。で、まあ結構そういうふうに自分を責めるっていう方が多いなって思うんですよね。本当は私は 100% やりきってこういうふうにやりたい、だけれどもできない。私を、まあ、許せないとか、責めちゃうっていう。はい。で、どうやったらその、何か、そうですね。怠け心とか捨てられるんでしょうか。で、そう、100% の自分になれるんでしょうか。自分のネガティブなところをどうやったら消せるんでしょうかっていう人が、まあ結構いらっしゃると思うんですけど。はい。いや、なんか、その 100% っていうこと自体が、幻想なんじゃないかと、まあ、頭の中でこしらえたもので、100% ありたい自分になるっていうこと自体が初めから何かちょっと、まあ、無理なことっていうんですかね、まあ、ありえないものを目指しているようなもので、それをやってる限りどこまで行っても、苦しさが付きまとってくるっていう、まあ、そんな話をしたんですけどね。そうですよね。そうですよね。ね、だから、なんかまあ、さっきの今後の話で言うと、まあ、こう 100% っていう何か良きものみたいな、そうばっかりを、追ってますけども、全然この、なんでしょう、自分ではできてないなと思うことも、やっぱり子供さんには影響を与えて、良き影響を与えてることも往々にしてあるでしょうし。まあ、ね、それ自体なくそうって言っても、なくなるもんじゃないから、だったら、まあ、むしろそれを、できない自分を責めるとかじゃなくて、受け入れるっていうこと、そっちが大事なんじゃないですかっていう話をしてて、まあ、その何にでも今後をつければそうですね、いいものとして受け止めていけるかもしれないですね。確かにね。いや、本当にでもそうですね。そうですよね。なんかでも、昔っていう、今もやってはるんかもしれないですけど、名前忘れたな、ニコニコ動画とかでやってたお坊さんが、キリストさんとかにも菩薩をつけて、もう何でも菩薩にするみたいな。なんかあったかもな。そう、なんかそれも発想が一緒で、なんかこう、あ、なんかちょっとこれ良くないかもっていうものに、なんちゃら、金剛でも、なんちゃら菩薩でも、つけちゃうと、一気にこう仏の位に、行っちゃうという。はいはいはい。で、そうなると受け入れられるようになる。そうなんです、そうなんです。私できない菩薩ですってなると、なんかもう、
できないことがその人にこう良き影響を与えている菩薩みたいな、うん、いやーそうだよな、うん、確かに、うんうん、僕この前ねあのシャーマン、はい、現代のシャーマンっていう人、まあ、あの松木先生っていう人がいるんですけど、まあ、その人のちょっと話、はい、動画でちょっと見てて、はい、うん、まあ、これは別にそのシャーマンに限らず結構カウンセリングとかそのケアな、うん、セラピーとかそういうのやっているような人には共通だと思うんですけど、どんな人の心の中にもモンスターがいると、はい、うん、でまあ、それはどうやって生まれるかというと、その子供の頃のね、体験だったり、まあ子供に限らず、その人生の中でいろんな経験をしてくる中で、まあ種がまかれ、そして蓋をしたり、抑圧するとどんどん育って、自分では気づいていないんだけれども、確かにいる。うん。まあそのモンスターの形も人によってもちろん様々。なんですけど、で、じゃあそれ、はい、でもそれがあることによっていろんな、まあ、困難なことがね、うん、人間関係であったり生まれてくると。で、じゃあそれをどうやって克服していくかっていうと、モンスターを消そうとすると、はい、結局、まあ、今までも本当はいるんだけど見たくないから蓋をしてきてしまったがゆえにこじらせちゃっているので、まずはそのモンスターを認識することが大事ですよと。うん、うん。そのモンスターのあり方、まあね、様々だと思うんですけど、で、それに、でもそのモンスターの特徴から、なんかまず名前をつけてあげるっていう。ああ、なるほどね。うん。その、なんかここぞという時にどうせお前なんてって耳元で囁いてくるモンスターだったりするわけですよね。例えば、はい、例えば、はい、うん、はい、うん、まあそういうモンスターに、そう、なんか名前をつけてあげると、そのモンスターがうごめいた時に、あいつが動いてるっていうことが、まあ気づけるようになったり、うんうん、で、まあもっとちょっとこう一歩踏み出すのであれば、いや私の中にこういうモンスターがいるんだよねっていうことを周りの人にも共有して、あ、そうなの、だからなんか、まあ、ここぞっていう時にやっぱね、いつも腰が引けちゃうタイプの人だなって思ってたけど、あ、そっか、そういう昔にそういう経験があって、なんかそういうモンスターが育ってきたんだねっていう、だけど、うん、いうふうになれば、ああ、そっか、だけど大丈夫だよ。もうここは別全然ね、うん、その、あなたが、例えばじゃあ小学校の時に、なんか頑張ろうと思った時に、こう、友達とかから、こう、なんですか、こう、冷やかされたりして、うん、うん、それ以来、こう、閉じこもっちゃうようになった。でも、もうここ、小学校じゃないから、みんなも応援してるし、大丈夫だよっていうふうに、周りもね、認識してくれるようになると、まあ、仮にその人が、なんかここぞっていう、まあ、その仕事とかでも、時に腰が引けてるような時に、あれ、何々さん、またあれ出てきちゃってんじゃないのとかって、周りの人も言ってくれるようになると、まあ、ますます、モンスターが、なんだろう。モンスターって結局、表に引きずり出されると、なるほど。うん、効力を発揮できないっていうところね、うん、ありますから、ね、光を浴びちゃうと。だから、なんかそれみたいに、そう、その、まあ、ネガティブなものとされ、一般的にされているようなものも、消そうとするんじゃなくて、うん、もう丸ごと受け入れちゃうっていうのは、確かに、なんかその密教の、なんだろう、うん、ダイナミックさっていうのは感じますよね。そうですよね、まあ、なくならないですもんね、うん、もうこの長い人間生活の中で、まあ、僕らよりももうずいぶん昔の方々から、まあ、じゃあいつなくなったんやって言われるとね、もう全然なくならないよみたいな、うん、
そうですね。昔その、猿から人間になったばかりの頃はやっぱりいろんな、うん、その天敵、はい、うん、もいて、まあ臆病であるっていうことが身を守るためにも大事だった時期があると、うんうん、まあそうですよね、はいはい、で、まあ、その今はもうそういう環境になくなってしまったんだけれども、でも DNA として残っちゃっているっていう話はまあ割とよく、うんうん、聞く話だなとは思う中で、うん、そうですね、密教はそういうところありますね。あとその欲に関して言うと、はい、よく、そうそう、僕もあの真言宗の、まあ、あの先輩というか、うん、結構何人かいらっしゃるんですけど、はい、体欲と性欲ですかね。あ、うんうんうん、そんな話も、うん、そう、欲って、うん、仏教では否定しそうなことなんだけど、実はその欲も生きる力、うん、しかもその仏として生きる力に変えていくっていうのは、あ、なんか面白いなって思いましたね。そうですね、そうですね、そうですね。だからなんかその多分まあそういうこと、まあその言葉だけのものでもありますし、でそこにやっぱりこう一歩手前に儀式、すいません、なんかそこにこう一歩手前にやっぱり儀式があるとか修行があるっていうところも結構重要かなと。なんかね、なんかまあそれはもう体欲ですよとか、なんかいやもうすべて体欲に考えましょうじゃなくて、さっきの金剛界と体蔵界みたいな感じで一歩手前にね、そうやって儀式的にそういうのを体得して、あ、やっぱり体得です、体欲ですよとか、なんかね、うん、そういうところもやっぱり重要なのかなというのは感じますね。儀式ですか。儀式とかイニシエーションであったり、まあ感情っていうんですかね。あの感情って、はい、な、まあ感情を分かりやすく言うのもちょっと難しいけど、真言宗のお坊さんでも、まあ、いろんなタイプの方いらっしゃるけど、はい。感情マニアみたいな人もいるじゃないですか。まあ、なんか、いろいろ受けたい、コンプリートしたいぞ、みたいな。なんか、その、密教手法を、はい。とにかくこう、集めていく感じの。まあ、そういうゲーム性も密教の面白いとこだなと思うんですけど、あれって、あれ受けるときのテンションってどういうものなんですか？結構なんだろう、はい、テンションというと、うん、いや、みんなやっぱ修行してちょっとこうレベルアップするぞっていう感覚があるんですか。あ、そうです、まあレベルアップ、なんと表現したら、いや、なんと表現したらいいんでしょう。なんかそれもね、ちょっと感覚がちょっと僕も変わってきてるので、ああ、いや、昔はね、なんかその、うん、そういうこう、手法であったりとかを学ぶときって、うん、なんかまあまさにレベルアップのような感覚はすごいあったんですね。なんかやっぱこれができるようになるからこそ、うん、なんかこういう秘めたものに触れることができるみたいな。うん、その変化が興味深いです。たんですけど、うん、なんかあまりにもそのね、そういう方々と触れすぎたのか、なんか、そう、まあ、そうですね。なあ、でもちょっと表現しにくいな。いや、いいですよ。もう、素で行きましょう、素で。まあまあ、いろいろね。大体、まあ、いろんな人と触れて。そうですね。いや、なんか、目的はどこにあるんだろうっていうのも、やっぱり、ちょっと、こう、思うこともありますね。そう。まあ、目的なんかないんでしょうけど。あ、じゃあ、今は、最近はそんなに、感情
ガンガン受けていこうっていう感じでもない。そうですね。まあまあ、もともと受けたいなと思ったのを受けたからというのもあるんですけども、例えば、まあ自分が拝もうと思う仏さんの拝み方とか、そうですね。まあそういうのも受けたりとかはしたので、そうですね。それ以上に何かあれもこれもっていうようなのはあんまり。もう何でしたっけ、国蔵、愚問寺法。愚問寺法はまだやってないですね。やりたいですね。あれなんかやりたいっていう人が多いなと思って見てるんですよ。そうですね。やっぱりなんか、あれは、もうなんかやっぱりこう真言宗のお坊さんとしてはそのお大師さん、まあ弘法大師空海さんの追体験をするっていうのはやっぱりパワフルだと思うんですよね、はいはい、でやっぱりあれはお大師さんがされた手法であるので。そっか、そういうことなんですね。そうですね。見たいですね。そう。だからそっちの方が大きいかも。なんか、まあ、例えば国蔵愚問寺法ですと、まあ、やった時の功徳みたいなのはよく言われるのが、その記憶力がすごく素晴らしくなってとかって言われますけど、はいはいはい、別にそういうのにはあんまり興味がないですね。その超能力を得るためにやっているわけじゃなくて。なくて、やっぱまあそのお大師さんの追体験で、なんかまあ少なからず、あ、お大師さんはこういう感覚、まあその手法は多分一緒のことをやるので、あ、なるほどと。お大師さんも何歳の時にこういうことをされて、なんかこう、こういう感覚を味わわれたのかっていう、少しこう触れてみたいと。そっか。なんかあれですね、巡礼的な、感覚ですね、それね。そうですね。だからまあそれで言うと、ちょうど、そうですね。まあちょうどこの、今お話している頃っていうのは、お大師さんが、初めて高野山に上がられたっていうのもちょうどこの時期で。そうですね。だからそう思うと、あ、この道をこう上がられたんだとかっていうような。とかにはすごい興味がありますね。いいですね。なんかいい具合に、ごはんさんの幸せ感が、まあ気づけば金剛界から大蔵界に、ちょっとこう、なんだろう。歳とともに、円熟してきた感じがありますね。ありがとうございます。いや、嬉しい。ありがとうございます。そっか。まあなんかいいですね。こうやって、お坊さん、いろんなね、お話をこう伺いつつ、お坊さんと長く付き合うと、そのお坊さん自身の変化もこう、感じられるっていうのも、あの人なんか今も大蔵界の方に行っちゃったよ、みたいな。それもまた、醍醐味ですね、このね。なるほどね。いや、面白いな。面白いですね。ねえ。だから、そう、お坊さんも言うことだんだん変わりますからね。そうやってね。昔の感覚と、そうですね。で、またなんか響く、なんかお坊さん自身、お坊さんというか、自分自身を考えても、響く言葉も全然やっぱりね、変わってきますし。そうですね。またじゃあ、こうやって、末永く。はい。はい。こちらの機会をいただければと思います。いや、僕もなんかいろいろ、教えていただきたいことが多いです。またね、何年かして喋ったら、また別のこと喋ってるんでしょうね。そうですね。本当に。それがいいですね。そう。だからなんか、この頃すごい、そうか、それ興味があるのが、なんか例えばこう、昔の説話みたいなのを使って法話するじゃないですか。
でもそれをいろんなお坊さんによって編集の仕方って変わってくるじゃないですか、うん、でも自分自身も多分年齢によってその同じ話の編集の仕方がこう変わって絶対変わってくる、うん、でそういうのをちょっとこうね最近気になりますね。そうですね、確かに、うん、同じ一つの話取ってみてもだんだん強調する場面とかね、うんうんうん、まあ、話し方も変わるしな、うんそうですね、うん、まあ皆さんには本当仏教ちょっとなんだろうのんびりと味わってもらえるといいですね。はいはい、じゃあ今週は一週間お付き合いいただきましてありがとうございました。いやこちらこそです、ありがとうございます。はい、じゃあ、まあ、また、お話ししましょう。ああ、ぜひぜひ。はい、では、よろしくお願いします。はい、さようなら、はい。さようなら、ありがとうございます。いつもテンプルモーニングラジオを聞いてくださり、ありがとうございます。2021年1月23日に、初めてのライブ配信を行います。ズームミーティングを使って、リスナーの皆さんとの交流もしたいと思います。参加申し込み方法など、詳しくは、ノートマガジン松本昇恵の北条庵、または音の巡礼をご覧ください。ここからは、音の巡礼のコーナーです。全国各地のお坊さんのフレッシュなお経を日替わりでお届けします。登場するお経やお坊さんに関する情報は、ノートマガジン音の巡礼をご覧ください。トークゲストへのメッセージやお経の感想なども、ノートマガジン音の巡礼ウェブサイトのコメント欄でお待ちしております。それでは今朝も音の巡礼へ、いってらっしゃい。なもおかいどじょうさんみけうしゅうしゃなあそうしほうしyeah
寺院在弘法難信敗ポッドキャストはノートマガジン松本昇慶の北条庵よりお送りしました。お経コーナーはノートマガジン音の巡礼のご協力でした。
ゲストへのメッセージや番組の感想などはそれぞれのノートのコメント欄にてお待ちしております。それではまたテンプルモーニングラジオでお会いしましょう。